はい、こんにちは、佐藤です。はい、こんにちは、相原です。はい、今回もネオナキについて話したいと思います。はい。今回はですね、なんかコメントいただいたみたいで、それについてこう回答してったりしようと思うんですけど、はい、よろしいですか？はい、大丈夫です。はい。で、まあこれあやさんから教えてもらったんですけど、はい、コメントがあるんですよね。50日超えたあたりから、まあ街で何度も逆難されていた人もいたので、一概に10日程度がいいとは言えないと思いますという意見ですよね。そうですね。それとある程度期間を超えないと覚醒しないと考えているので、僕は長期間することに意味があると考えていますと。確かにいい意見ですよね。そうです、いい意見ですね。これなんだろう、50日を我慢できるっていうのは、まあ、ある意味すごいことだと思うんですよ。そうですね。相当根性あると思います。根性ありますよね。すごいと思います。なかなか我慢できないですね。だから結構いろんなことなんか他の分野でも、この忍耐力とあとまあ真面目さですよね。はい、取り組みの誠実さですよね。はい、これ多分生きてくると思うんで、まあこういう人っていうのはうまくいろいろいくと思うんですよ。ただこれは科学的なとか、まあ僕は医者じゃないんですけど、お医者さんとね相談した結果の話ですけど。はい。医学関係者が結構僕の周り何人かいるんで、いろいろ質問常にしてるんですよね。はい、で、これ、オナキンって結構一時期、まあ今も流行ってますけど、一時期すごいブワーッと広がりましたよね。広がりましたね。それやっぱこう、お医者さんの中でもやっぱ結構注目してる人がいて、何人かいらっしゃって、で、こういろいろこう飲みに対して話をするんですけど、はい、まあ基本的に、射精をね、ただ抑えるっていう、行為自体は、肉体的にはあんまりよろしくないんですね。まあもちろん人によりますよ。お酒が強い人と弱い人がいるのと同じように、射精しなくてもいい人と定期的に出した方がいいっていう人もいるんですね。期間も違うし。ただ普通に考えてほしいんですけど、射精されなかった精子っていうのは少量ですけど、おしっこと一緒に流れていくそうなんですね。おしっこと一緒に排出されるっていうか。で、あとは溜まっていくんですけど、その時に人って面白いんですけど、使わない筋肉は衰えるのと同じように、使っていないこの精子向上っていうのは、生産能力が落ちるんですね。人間って効率化を考える生き物なんで、例えば脳みそっていうのも実はすごい高性能なんですけど、結構はしょってるんですね。例えばなんていうのかな、同じ A さんと B さんがいて、同じ絵を見たとしても、同じ映画を見たとしてもね、ところどころ抜けるんですよ。手抜きするんですね。手抜きすることで処理の速度を上げたり、エネルギーの消耗を抑えたりしてるんですよ。でもちろんそこには自我とかいろんな関係がありますよ。あれ、まあ面倒くさいこと抜きにして、手抜きしてるんですね。体も同じで、やっぱり生きることに集中したいじゃないですか、人間の体って。安全にね。だから余計な部分はカットするんですね。つまり射精使わないなこの野郎っていうふうに思ったら、人間の体っていうのは射精の生産能力を落とすんですよ。そうすると復旧するのにちょっと時間かかるんですね。つまりまあ簡単に言うとセックスが弱くなっちゃう、ことなんですね。それと一緒にやっぱ溜めるってあんま良くなくて、うんちも溜めちゃいけないじゃないですか。いけないですね。やっぱり出した方がいいですよね。出した方がいいです。毎日ね。おしっこも出した方がいいし、汗もかいた方がいいですよね。そういうふうに人間ってうまくできてて、活発にすればするほど機能が活性化するんですね。筋肉もそうですよね。頭もそうですよね。頭も鍛えれば考えたり、問題を解いたりすればするほど頭がさえ渡ってくる。そうですね。でも、ゲームしながら、お笑い番組見て、横になりながら、ポテチ食いながら、ポリポリして何も考えてぽーっとしてると、やっぱ IQ も下がるんですよね。そうですね。そういうふうに体でできてるんですよ。だから、どうやっても、誰がどういうふうに言ってもね、使わない機能は衰えます。そこだけは、気をつけた方がいい。そういう意味で言ったんですよね。ちょっと前ですよね。ちょっと前の動画ですね。いけないですよね。で、これ面白い話があやさんしてたんですけど、50日超えたあたりから街で何度も逆難されていた人もいたので。っていうのは、何を見たのかってことですよね。そうですね。どこの情報かですよね。自分でちゃんとしっかりその人と会って見てるのか、直接話を聞いてるのか、もしくは逆難されてる現場を見たのか、もしくはその人が勝手に言ってるのか、もしくはネットか YouTube で言ってたのか、ですよね。そうですね。どういう状況かによって見方が変わってきますからね。変わりますよね。よくなんだろう、前も、この間もさっきも言ってたんですけど、フランスかな、ルードの泉ってあるんですけど、あの奇跡認定されたんですよね。奇跡認定っていうの、キリスト教ですよね。奇跡認定っていうのは、そこで例えば病気が治ったっていう事実が判明した場合、奇跡認定されるんですけど、実際にルードの泉に行って、その水をこうかけたところがね、病気が治ったっていう人が出てきたんですよ。それは1人なんですね。1人2人かな。あ、じゃあ3人だ、全部で。3人出てきたんですよ。で、ここ100年ぐらいの間です。で、100年ぐらいの間に3人出たんですね。3人ですね。で、100年っていうと、あ、100年の間にでも3人出たんだったら、もっとその裏には3倍、10倍っているんじゃないかと思うかもしれない。30人だとしますよね、10倍の。で、100倍でもいいです。300人だとしますよね。年間ルルドの泉にどれだけの人が来てるか考えると何百万人来てるんですよ。その中の300人なんですね。しかも100年なんで、それかける100でやるんですか。はい、そうですね。恐ろしく奇跡に近いですよね。まあだから奇跡認定なのか分かんない。奇跡の確率だからね。奇跡的に治った奇跡認定なのか分かんない。でもそれくらいその数字のトリックっていうのが世の中に蔓延してるんですよね。蔓延しますね。だから、例えばこれでうまくいったみたいだよとか、これで、モテた、逆断されたみたいだよっていう話が、例えば一人、最初は一人の話だとしますよね。それがなんかその、あっちこっちで言ってたよっていう話になってくるんです、どっかでね。要は一人しかいないのに、なんかみんな言ってるから、なんかみんなそうなんだっていう錯覚になっちゃう。みんなそうなんだ、錯覚になっちゃう。ありますよね、そういうことって。めちゃくちゃありますよね。なんか、いや、そんなことはうまくいかないからやめておいた方がいいよって言われて、それ周り全員に否定されると、ああ、やっぱうまくいかないんだなって人思いがちなんですけど。思っちゃいますよね、どうしても言われちゃうと。ね、言われちゃうと思っちゃうんですけど、でも、その人がその自分がやりたいことを達成してるのかって考えたら、絶対達成してないんですよ。してないですよね。経験もしてないですね。そういう人が言う情報って、信憑性が全くないんですよ。ないですね。だから、まあ、嘘なんですね。なので、そういった背景というか、そのどれぐらいの、その人たちが知識があって、経験があって、実際何人やってて、何人成功してとか、そこまで広く見て初めて、あ、こっちの方が確率が高いんじゃないかなとか、あ、こっちの方が自然にかって理にかなってるなとか、こういろんな角度で物事が分かるわけじゃないですか。そこをすっ飛ばして、あ、まあ自分に都合のいい情報を切り取るのが人なんで、あ、なんか要はあるじゃないですか。例えば人それぞれ価値観があるから。ありますね。自我があるからね。自我があるからね。そう、お金は貯めた方がいいと思う人もいれば、いや、ガンガン人のために使った方がいいっていろんな人いるじゃないですか。ありますね。自分の価値観を人は採用するんですよ。優先度があるんですよね。優先度があるんですよね。だから貯めてうまくいってかっこいいっていう価値観を採用している人だったら、そこに意識が向くんですね。向きます。向きやすいです。向きやすいですよね。そうすると、それができるはずだって思い込むのが、やっぱ人なんですよね。人なんですよね。逆にそれが盲点になるんですよね。盲点になるんですよね。見えない部分ができちゃう。そうです。しかも見えない部分が大部分を占めてるんですよ。占めちゃうんですよね。だって優先度の塊だからね。塊だからね。自分の中で自我が優先度高いわけじゃないですか。まあ、色眼鏡かけてるようなもんですよ。そうですね。それぞれのね、人それぞれ。だからやっぱり重要なのは、自分の自我も、まあ一つの指標ですけど、まあそこ置いておいて、どれぐらいの背景の人が関わってたりとか、どれぐらい信憑性があるのかなとか、いろんな角度で、科学的にはどうなのかとか、そういうデータ的にはどうなのかとかね、統計的にはどうなのかとか、いろんな角度でやっぱりこう、物事を見ていく方が、やっぱりこう、信憑性が高いわけじゃないですか。いや、その方がもういいですよ。やっぱいいですよね。で、本当にじゃあ達成した人が、そういう人がいて、で、そういう人のその話ですよね。一から全部直接生で聞いて、実際自分をやってみて、で実感も湧いて、あ、じゃあ自分にはこの方法が合うんだなって分かれば、あ、自分にはじゃあこういう情報が合うから、こういうふうにやった方がいいよ。でも、それは僕がやっただけで、他の人はどうなのか分かんないけど、まあ、こういう結果にはなったよっていう風だったらいいと思うんですよね。いいですね。それって広いじゃないですか、そういう人は見てる視点が。僕にはうまくいったかもしれないけど、誰かにはうまくいかなかったかもしれないみたいな。何人か試したわけではないし、僕しか試してないけど、まあ、こういう結果にはなったようだったら、すごいいいと思うんですよね。やっぱもっとね、結構みんな真面目なんですよ。もっと柔軟になった方がいいんですよね。そうですね。こういう方法があった、50日やった方がいいっていう方法があった。で、それは、自分が信じたいことだったらね、いいんですよ、それで。いいと思います、いいと思います。僕たちが言ってることを無理に信じる必要はない、ね。そうですね。ただ、僕たちが言いたいのは、こういう、話もあるよっていうことで柔軟に受け入れてほしいんですよね。柔軟に。そうですね。そしてやってみてほしいんですよね。やってみてほしい。で、そうすると、何がいいかっていうと、僕たちって結局固めないじゃないですか。固めないです。これが絶対だっていうことはないんですね。ないです、ないです。もうさらにいい方法があったらさらに更新していく。そうですね。ですよね。ただ、一つ間違いないのは、それでも、やっぱ、普遍の法則っていうのがあるんですよ。例えば、わかりやすく言えば、人は殺してはいけないとかね。でも殺してはいけないけど、場合によっては殺さなきゃいけない時だってあるじゃないですか。はいはい。だからそれは一概に言えないですよね。まあまあ戦争とかもありますしね。ありますよね。はい、人を裏切ってはいけないっていうのも、はい、自分はこう思ってたけど、やっぱり、いろいろ成長していく中で、経験していく中で学んで気づいて、うん、やっぱ全く違う方法の方がいいっていうことで気づいたんだよって言ったら、でもそれを聞いた人は裏切りだと思うかもしれないです。でもそれは一概に言えないですよね。はい、言えないですね。言えないですよね。うん、だから普遍なことって結構意外とないんですけど、実は少なくてもあるんですね。うん、それは例えば人間は生きていればいつか死ぬんですよね。はい、とか まあ、いくつもあるんですけど、うん、その普遍のことは分かっておいてほしい。普遍のことはあるんだよっていうこと。それは、例えば、オナキンっていうのは、ここ多分ね、10年ぐらい、僕が記憶してる中では10年ぐらいなんですよ。最近の話ですね。最近、本当最近の話、2004、5年ぐらいから、まあだから12、3年かな、ぐらいなんですね。はい、だから、つまり、浅いんですね。歴史がね。歴史が浅い。で、それを言い始めた人も、あまりやりすぎはいけないって言ってるんですね。はい、それは実際、お弟子さんたちにやらせて、自分もやって、やらせてみて、で、確かにその集中力が高まったんだけど、体にも弊害があるよっていうことが分かったと言うんですよね。で、このインターバルオナキンって僕たちが言ってるじゃないですか。ネオナキン。はい。これは数千年の歴史があるんですね。つまり僕たちが生まれるところが日本ができる前からあるものなんですよ。はい。これは前言った通り、死の始皇帝にしかりですよね。応酬術しかりなんですよ。なんで、そこだけはちょっと間違えないでほしいですよね。そうですね。だから、ポッと出てきてて、まだ、よく効能がわからないものと、何千年も前から受け継がれてきた不老不死の、元にしたね、健康法みたいなもんですよね。男の部分を鍛える部分、そういうところですよ。で、そういったところはまた違うんですよね。発想が違う。はい、そこまで残ってきてるってことは、何千年も残ってるってことは、必要だから残ってるんですね。やっぱこの世の中って必要ないものって淘汰されていくじゃないですか。なくなっていくし。まあ、レバ刺しもなくなるんだと思うけど。そうですね。もうなんか、たまごっちもあんまり最近見なくなりましたし。懐かしい。懐かしい。前、子供に買ってたことがある。買ってた。まあまあまあ、出てはいるんですけど、まあそんなに見なくなりましたよね。まあ、カラーになってるんですよね。そうです。もうカラーね。なんだかすごいんですけど。いや、本当にね。もうあんまり、いいじゃないですか。その、10年ぐらい前に流行ったお笑い芸人とか。そうそうそう。あんま見なくなってね。やっぱこう、本当に実力がない人は淘汰されていくようなもんで。その本当に必要ないものって消えていくんですよね。消えてきますね。情報としてね。やっぱ普遍のものって残ってますよね。残ってますよね。例えば、まあ、ちょっと前話しましたけど、はい、ふんどしってずっと残ってるじゃないですか。残ってますね。でもみんなボクサーパンツを履いてますよね。履いてます。で、ボクサーパンツの歴史って多分浅いですよね。浅いですね。ここなんか10年とかそれこそ。楽だから多分履くんですよね。履くんですよね。でも、じゃあなんでふんどしが残ってるのか、なんでみんなふんどし履かないのかって考えたら、これね、結構いろいろ気づきがあると思うんですよ。でもオナキンも一緒で、そういうふうな見方ができる。あれこれってでもなんで50日超えたらこうなるのかなとか、と思って自分で考えていって、じゃあやってみようってやってみて、うまくいかない。僕はちなみにそのオナキンを、まあ、やってみて、そのちょうど2週間ぐらいですよね。インターバルオナキンの期間が良かったから、まあ、その話をしてるんですけど、そうやって自分でこう探求していくっていうところが僕はすごい重要なんじゃないかなと。いや、必要ですよ。そう思うんですよね。僕たちって結構柔軟じゃないですか。柔軟です、柔軟。なんか良さそうだなと思ったもの、とりあえず試してみる。ですよね。で、それでやってうまくいったものだけが残ってますよね。残ってますよね。ダイエットしかり、僕も1ヶ月で10キロ以上痩せましたけど、やってみることですよね、何でも。何でも。オナバロナキにしても、早漏にしてもね、ED にしても何でもそうですけど、モテる方法にしてもしかりね、健康法にしてもしかり、やってみる。で、自分で効果を確かめたからこそ分かる。そして周りの人にやってみてもらったりとか、コンサル生とかね、お弟子さんとかにやってもらうからじゃないですか、みんなやって。そうですね。効果が分かるのはね。で、この50日で、例えばじゃあ科学的に何か50日間でメリットがあるのかって言ったら、まあもちろんありますよね。一つは、達成感ですよね。そんだけできるってすごいと思うんですよ。そうですね。だこれはやっぱでかいですよね。でかいですね。それだけでもでかい。でかいでかい。あとね、清掃の、なんていうのかな、工場ですよね。精子を作る工場の機能が衰えるので、男性ホルモンが落ちるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、冷静になる。セックスに興味がちょっと落ちるんで、冷静になりやすくなる。だから余裕、女の人を目の前にしても余裕が出やすいですよね。達成してるから自信にもなるし。セルフイメージ上がりますよね。うん、だからそういった意味ではいいですよ、うん、それはいいですね、いいですけど50日も僕はかける必要はないって言ってるだけでかけなくてもっていうところなんですよ。そう、かけなくてもいいんですよっていう、同じ効果が10日ぐらいにできますよっていうこと、そういうことですよね、うん、だからどっちがそのコスパがいいかって考えてほしいですよね、はいはい、うん、まあ日本人はどうしてもなんかこうやればやっただけいいだろうっていうありますよね、うん、我慢すれば我慢するほど、うん、美徳の文化ですから。美徳の文化ですからね。はい、それはすごくいいことだし、うん、否定するつもりはないんですけど、うん、ただ健康害するのだけはちょっとなんていうかな、はい、よろしくないからね、うんうんうん。聞いてくれてる人もコメントくれた人も健康害することはこういった公共のチャンネルでは言いたくないです、うんはい、ので、まあ、体にいいことはねちゃんと言っていきたいけど、うん、それはちょっと良くないよっていうことは、まあ、はっきり言わないとね。うんうん、やっぱ良くないのでね。そうですね。社会的にね。うんうんうん、だから、まあ良くないことははっきり良くないって言います。だから50日間は良くないです。はい。うん。だから10日ぐらいか2週間が限度。うん。毎回言ってる通りね。そうですね。うん、で、10日、12日ぐらいがいいと思うんですけど、うん、まあ今回ではないですけど、これあれですよね。はい、インターバルオナキンの詳細を話す。なんか、話しちゃうっていう、うん、暴露しちゃうっていう。暴露していこうかなとは思ってるんですけど。ですよね。はい。もう確かになんでかっていうとこれ、それいいんですかって多分みんな言うと思うんですよね。はい、で、僕たちの有料コンテンツに入ってくれてる人たちとか、うん、まあこれ言っていいのかどうかわかんないですけど、はい、に教えてる話じゃないですか。教えてます。でも、なんでここで言うのかですよね。うんうん、この YouTube の中で無料で言っちゃうのかっていうのは、間違ったことやってほしくないからですよね。うん、で体壊してほしくないから。そうですね。だから、もういいからとにかく正しい方法をやってほしいっていうことですよね。うんうん、はい。それの思いでやっぱりそれははっきりね、解説した方がいいぞと。うん、でも暴露しちゃうと。うん、もう。うん。ということです。別にみんなしたって別に損はないから、ね。別にだって、それをやることによって、うん、こうみんな本当の意味でのもう正しい経験というか知識、うん、ですよね。手に入れば、うん、それで、なんていうんですかね、もう僕たちにとっても、はい、この人たちの言ってることは本当だって思ってもらえて、うん、要は、ちょっと興味を持ってもらえるじゃないですか。はい、話を聞いてもらえるから、うん、僕たちにとってもやっぱいいですし、いや、いいですよね。別に興味持たれなくても、こんないい方法があるんだ、なんかラッキーみたいな感じで思ってもらって、うん、で、こうやってもらえれば、もうまあ、嘘のオナキンの情報とかね、うん、に惑わされずに、時間を無駄にせずに済むじゃないですか。うん、だからそういった意味でも、まあ、別にいいですし、ですよね。まあ、もうそっちの方がやっぱりいいじゃないですか。でも逆にそれ嘘言って迷わせたら、うん、なんか、その人たちの人生を迷わせることになるというか。なりますよね。なんかうまくいかないぞとか。うまくいかないぞみたいな。なりますよね。でもなんかネットにもそういえばそんなの書いてるし、おかしいなとか。でもなんかやってないけど、いや、うまくいかないのは俺がまだ我慢が足りないからだとか、なんか間違った方に走られたら、なんかちょっとそれはそれでちょっと、狂わせちゃうんでやっぱダメですよね。ですよね。やっぱこういうの興味ある人ってやっぱ真面目な人が多いと思うんですよね。そうですね。うん。だから真剣に捉えてくれてると思うんで、やっぱそこは真面目に。はい。うん、話した方がいいですよね。うん、うん、だと思います。まあ、あとこれもう一つあるんですけど、はい、なんかこのコメントの中でね、はい、なんかある期間を超えないと覚醒しないと考えているので、長期間することに意味があるんじゃないかっていうんですけど、うん、正直言うと、はい、オナキンだけで覚醒しようと思う方がおかしい。そうですね。ですね。うん。やっぱ何か組み合わせないといけない。そういった話もやっぱ今後していけばいいので、はい、していきたいので、うん、まあ、詳しいことは今後話すと思うんですけど、うん、これあれですか、YouTube でもうバーって言っちゃう話ですよね。そうです。うん、じゃあ次回あたりですか？はい。次回あたり、次の、じゃあ動画で。じゃあ、オナキンの秘密をすべて、はい。まあ、2000年、3000年の歴史があるものですよね。うん。これを話していきます。はい。よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。で、まあ、ちょっと今回、ちょっといろいろ厳しいことを言ったと思うんですけど、うん、で、ショッキングなね、に受け取ってしまう人も多分いると思うんですよ、これ聞いてて。はい、そうですね。それは間違いだとかね。うん。だから別にコメントしてくれた人が悪いわけじゃない。そうです。でもみんなこういう人いらっしゃるんですよ。そう。間違って覚えちゃうと逆に問題だからね。はい。うん。体に関わることだから、健康に関わることなんで、そこはやっぱり僕たちが嫌われたとしてもね、うん。言っておかないと。そうですね。嫌われることなんか別に大したことないんで、それよりも体壊されることの方が嫌だからね。聞いてくれてる人。聞いてくれてる人のね。そう。僕たちの情報でそういうふうになったら、結構困るのは僕たちですからね。そう、困るし、だから、まあ、健康になってほしいしね。うん、体もっと良くなってほしい、モテてほしいから、はい、で、進化もしてほしいし、覚醒もしてほしいので、正しいことを次回ね、次の動画で話したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。話よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。それでは今回もね、あやさんと話してきました。はい、ネオ、オナキですね。ネオオナキン。危なく自分のコンテンツ名言うと思います。ネオオナキンを、次回もね、楽しみにしてください。はい。はい。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。